日本関東地方神奈川県横浜市南区花の木町花の木町は横浜市南区の町名。現行行政地名は花の木町1丁目から花の木町3丁目で住居表示は未実施。郵便番号は232-0018。面積は0.086平方キロメートル。大岡川上岸に沿った北東南西にやや長い町域を持ち、 関内地区に近い北東が一丁目となっている。南東は宿町、北西は大岡川を挟み南大田及び井戸家国下町と接している。一丁目東部は宿町にまたがる牧田公園、二丁目西部は横浜市立牧田中学校がある。三丁目には南区役所や消防署、公会堂など公共施設が集まるが、市は区役所、裏、 船町の横浜市立大学医学部跡地へ移転する方針を固めた。1.2丁目の境の通りには、首都高速神奈川3号仮場線の花の木出口が接続しているが、入り口は南大田の平戸桜木道路に接している。鉄道の最寄り駅は横浜市営地下鉄、牧田駅及び京急本線南大田駅となる。かつての中区牧田町。 南吉田町の一部で1928年に新設された。町名は、障子から取られている。1417年の横浜文書の中の忍び夕旗工作券付与上に、花の機械との記述が残されている。1943年に中区から南区が分離したことにより、南区花の基調となる2017年12月31日。 現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。